神はやめろ。きた。さあウィーラーアプリやっていきます。やっていきましょう。いや今回ちょっと銀の選手でめちゃくちゃ強い選手いるんですけど、もう確定でスカウトでゲットできることになったんで、あのでかいやつか、ラシナトラオレなんですけど、出ましたね。 100% でゲットしてちょっと樹海さんとその後対戦したいなと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあまずはスカウトね、コートジボワール、コートジボワール AS レッドホワイト、おお来ました。 100% です。とりあえず取らして、はい、そこまで66しかないとまだこれからですから、これから育つんですね。よし、ちょっと育てさせて、はい、さあここからどんな選手に生まれ変わるのか、それ通常のフォワードの選手12体ぶち込んで、おお、どんぐらい上がるんだ。2m3cm、26歳、左利き、まあ、ただちょっとガチャじゃないんでね、これは、レベルまず上限20まで、20になりましたね、20になったね、マックスまで、でこんな感じですね。おお、まあ見てほしいのはなんといっても、まあヘディングとボディバランスですねボディバランスやばい、てかジャンプも結構あるしね、うん、でヘッダースーパーサッタ、よし加えたんで樹海さんと戦っていきたいなと思います、はい、フォーメーションを変えて、ニュー樹海になってるから、え何あれ、監督変えたってこと、監督を変えました。きたー、来ましたね。コンディションね、うわコンディションはラッシュントローで、まあ、標準ということで、樹海さんの方見ていきましょう。はい、こちらバカイカチなんかいかついね、チーム、しかも監督もいかついだろみんななんか顔いかついな、おい、いやそんないかつくねえよ、ルーニーめっちゃいると思うよ童顔だから、まあうちは世界の本田さんいるんでね、あいた世界の本田、えしかも長友ボランチ誰、これは高橋秀人ですすげえな、めっちゃ入れてきた、 FC 東京です。そして塩谷司、そこ狙うわ、狙えねえよ、最後にはカシージャス控えてますんで、じゃあいきます。いやカメラさん今日もよろしくお願いしますよ。お願いします。カメラお届けしてまいります、北澤さんよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。まず前半見てみましょう。いや、そこマルセロいいのか、普通にぶち抜こうと思ったら普通無理だわ。注目すべき選手はいらっしゃいますか。メッシですね、はい、世界最高のプレイヤーですからね、足元にスイッチ、じゃあこっちからぶち抜くか、メンダーはパニックを起こしますからね、危険メッシかい、ちょっと待って、トレアはトラオルどうした、でけえ、でっかっでかすぎでしょ、長い縦のボール、いやこれトゥーリオ真っ青だぞ、トラオレまず上がらせるから、もっと上がってくれ、もっと上がっていい、もっとトラオレもっと上がっていいから、きたくそさあ左へ預けて取れる、切り込んでいく、収まったフリーだでっけえマジトラオレどこまでいけるかな、んクロス上げまくるわ、ダニッチに渡る、いけよヘルトンゲンからルーニー、ヤニッチ、あまだフリーだ、オフサイドです、やっぱイカスさが前に出ちゃったよね、いや確かに顔面やべえけどさ、クソ怖えからね、ちょっとなんだっけ、コードジボワールのさ、この人に似てる、ドログバ、そう、ドログバに似てる、走らせる、抜けてくる、丁寧に足元を使う、え、うわびっくりした、いや、トラオレそこにいたらやばかったかもしんねね、あれ届いてるから、よし、ルーニーシュートやべえ、危ねえ、いや、いいね、ルーニー、ミドルシュートでした、いいわね、ルーニー、弾丸持ってるでしょ、あれ持ってるね、あ、危ない、トラオレがチームは見られています、ね、え、そっちじゃないよ、0対0です、ちょっと待って、勝負できますよ、やべえやべえ、神がいるあー、やばい、いかつい、シュート、あー、これを繰り返していけばいいと思いますけどもね、あまだありません、ね、チャンス嘘でしょ、チャンスですよルーズボール、つえーまあまあまあ、
あぶれあぶれ。いいじゃんいいじゃん、支配率もシュートも。とりあえずもうクロス上げまくるわ。いや、クロスも上げさせねえから。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、うん、それに対してどう対応し、はい、決定機を作っていくかでしょうね。なるほど、もうこれ決まったんじゃないか。前半終わって0対0、後半の動きはあるんでしょうか。こいついかちいマジ、あいつやべえな。ちょっとロナウジーニョ感もあるし、うん、なんかちょっとあれだよね、裏抜けるよね結構。うん、なんかいい動きするよね、あいつ、うん、でけえ。え、おい、違うね、神はやめろ。来た、うわ、マジか。いいよ、惜しかったな。いや、お前てか、あのいかついやつ強えぞ、結構ねえ、マジで使いやすいわ。黒玉じゃないと思うよ。違うよね。いや、前線こいつ長いボール、なんかスムーズなんだよな。しかも10番、そろそろここで決定的な得点、また何か。いや、神とトラオレのコンビネーションよ。これ入りましたよ。一旦前を取る。あ、来た。いやー、いけー、よしよしよし。アイプン強えのに決定力。手あげてんだけど全く走んないんだけど、メッシ。あ、オッケー、来た。こいつなんだ、やばい、背番号20番。アンドレ・ゴメス、マジでクソ強いぞあいつ。ちょっとコンディションとか気になるよね。うん、いいのかどうかだよね。あれで標準だったらやばくね。なんかすげえくねくね動くもんね。早い。いや、これ上げられるぞ。うん、外に逃げる。トラオレだよ。よくカバーしましたよ。こいつすげえ球持つな。やばい、来たー。シュート、いやー、いいゴールだったな。あ、だけどもうあとちょっとしかない。そう、やばいんだよ。いや、俺これ初勝利になるか。やべえ、ちょっと手入れないとマジでやばい。あー、マジか、ぶんねー。いや、マジか。よし、いや、これ作ろう、クリアしやがった。おふざけんなふざけんなよ、マジか。これは決めるしかねえ。ロゴーン、マジか。勝つ愛でありがとう、いい戦いだったよ。おー、いや、これいい試合だった。いや、これからもね、ちょっとやっていきましょう、いろいろいい選手ゲットしたら戦ったりしていきましょう。そうですね、はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。やばいやべいや、そういうなんかさ、今もうさね、雑魚いくすぎてチンパンジーみたいな